いどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はね、今日はこれです、これだけじゃないんですけどね、トマトたくさん、キャベツ、納豆で天ぷらはこれ今日はフライパンで油で焼かないでチンってしたやつです。そしてもうそろそろできたでしょうから、その前にこれいきます。赤倉です。初めていただきます。もうそろそろできるでしょう。赤プレいただいてから見てください。もうこの熱くてね、本当に。うわ、危ない。なんで落としたっけ。ちょっと凍ってるくらいってことか。これ今冷蔵庫の中で、よく冷えているわ。赤倉は、美味しいね。とても美味しいです。さあ、そろそろできてるでしょうから、これです。見てください、これしっかり可愛いよ。これひっくり返す、待って、斜めにして見せることはできないです。ひっくり返ってしまうといけない。わーじゃん、おー、汁少なめだからね。ありがとうございます。これは大阪のみっちゃんさんかな。そうです、大阪のみっちゃんさんから手紙までいただいてありがとうございます。で、それをずっと僕が保管してたやつ、熱い、こんな風にね、丼と中身いただきました。ありがとうございます。さあ、いただきます。いや、こんなのあるんだなと思って、すごい、僕会社の当時勤めてましたから、みんなに見せましたよ。こんな可愛いのあるんですねっつって。はい、いただきます。あー、いいね、チキンラーメンだ。これはチキンラーメンだ。汁つかめて、ちょっと待ってくださいね。なんだ、かけ直します。あー、つい、大丈夫です。分かっておられる方です。卵を黄身を割りたいと思います。またいいね。チキンラーメンもさすがだね。本当にもう開発されて何十年か分かんないんですけど、愛され続けてるわけですから。これが世界初なんでしょ。世界初のインスタントラーメン。ちょうどいいんだよね、量も味もきっとちょうどいいんですよ。あー、熱い、もうすっごい汗かいた。もうすっごい汗かきました。さあ、いただきます。ちょっと、もう先最初にかけますね。このマヨネーズ、あれですよ、あれです、タマピオ、マヨピオ、ピオマヨか、マヨピオ、
まだありますから。熊本の。さあ、お願いします。キャベツの時はね、キャベツの時はほら、美しい赤と白だ。トマトも入って。さあ、一句いただきましょうか。よいしょ。危ない、危ない、危ない、危ない。危ないな。危ないな、これ。よいしょ。さあ、行きましょう。暑い。いやー。汗出るわ。いや、ちょっとこの、トマト切る、チンする、納豆混ぜる、キャベツをこうやって水一回通して、一回通せ。とか、あ、ごめんなさい。チキンラーメンのお湯とかそのあれで絡みでちょっとこうバッとっとってやったわけですよ。でその後にチキンラーメン食べたもんだからもう汗が気持ちいいね。よし、うんうん、ああ最高だ。この鉄板も美味しいわ。イカ天、イカ天なんです、イカ天。うん、あーいいね。僕はやっぱ天ぷらが好きだ。本当に天ぷらはいいよ。あの冬のおでんとかの中に入ってても美味しいし、こうやってね、何なのか分かんないところに、何なのか分かんないところにこうやってやってても美味しいし、いや素晴らしいよ。これ油で焼いたりとかしてもいいしな。あの焼いてね、生姜醤油とかあれでも美味しいですからね。天ぷら好きだな。納豆もいこうね。これ納豆あれです、うん、イオンの安いやつ。タレとかからしとか入ってないやつです。ちゃんと美味しいですよ。本当に美味しい。だっていらないって人もいるんだから、タレとかからしとかね。これもう僕は今日醤油だけ、醤油だけ、醤油だけって言ってもこうやってキャベツとマヨネーズ先生と混ざってるわけですけど、うん、うん、夏は特にいいんじゃないかな。は特にいいんじゃないかな、納豆マヨネーズは。うん、今なんて言いました僕。納豆マヨネーズって言いました。当たり前それは。うん、納豆キャベツ、納豆キャベツにマヨネーズです。僕が今言おうとしたのは、夏は特に、夏は特に納豆キャベツ。僕の周りでは本当にこう、今までやったことないけど、キジム君の見て食べるようになってハマったよとか、美味しいねっつって言う人結構いますよ。本当に嘘でも何でもなくて、これは本当に僕おすすめするわ。本当に僕これ夏はもう納豆キャベツです。夏は、うん、しかも納豆は
夜食べた方がね健康にいいって言いますからね。今日の僕のこの夕ご飯は100点に近いんじゃないですか。100点キャベツ、トマト、天ぷら、天ぷら、天ぷら魚ですから、天ぷらは。これも一番バランス取ってんじゃないかな。バランスがね。わあ、一個もたくさん入ってんな本当に。これ3つでね150円しなかったぞ確か。これは優秀だわ、こんだけイカが入ってて。玉ねぎも入ってんな。うん、玉ねぎ入ってます。この玉ねぎが入ることによって食感と甘みがね本当にいいんですよ。電話しないと、電話してちょっとパソコンパチパチやって合わせると結構多い、結構多い。これ油断してました。結構多いです。こっちだけで量的には十分だったかもしれない。でもよかったよ、あんまり食べない。しかもそのいただいたものと先に食べて、うん、美味しくいただいて、でこっちも、うん、あーいいね。食べ終わってみると適量でした。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。